料理用、ゼラチンシートゼラチンは、動物の皮膚や骨、腱などの結合組織の主成分であるコラーゲンに熱を加え抽出したもの。科学的には、アミノ酸の直鎖状ポリマーを主成分とする。ゲル化剤として、ゼリーなどの食品に用いられる他工業製品にも利用されている。科学的には、コラーゲン分子のミエラ線構造が、 熱変性によってほどけたものを主成分とする混合物である。ニカワの下流剤ニカワはゼラチンを主成分とする接着剤、分散剤である。一般には、主に食品や医薬品などに使われる純度の高いものを、ゼラチン、日本画の画材及び工芸品などの接着剤として、利用する精製度の低いものをニカワ、ひめを原料とするものは、クーフグルーと称している。 ニカワにはワニカワとヨーニカワがあり、ワニカワの方が純度が低い分吸湿性や保水性に富み、下先で筆を湿らすだけで微妙な濃度の調整ができることから手仕事に携わる職人や美術家などワニカワを支持する層も根強くあり、保湿性をあえて加えたヨーニカワも出回っている。ワニカワではシカニカワが最高級品とされる。 生成された純度の高いものは、無味無臭。ゼラチンのコロイド水溶液は、熱することによりゾル化して溶け、冷やすことにより、ゲルとなって固形化する性質を持つ。水分との混合割合により、固形化する際の硬さを調節できる。原料主に牛や豚の皮や骨などを利用して、生産されているが、宗教上の理由などから、 タブーの対象となる動物を避けて、素材を選定し、作られる場合もある。魚の鱗や皮のほか、中国では、老婆の皮から作る悪用がある。基本的な製造法素材の不純物を除去後、水を加えて、熱処理し、ゼラチンを含む溶液を抽出する。露過後に酸またはアルカリで、pH 調節を行い、濃縮し、殺菌及び冷却。 さらに乾燥と生成を重ねて製品化する。接着剤であるニカワとして5000年以上前の古代から利用されていたと考えられている。シュメール時代にも使用されていたとも言われており、古代エジプトの壁画にはニカワの製造過程が描かれ、ツタンカーメンの墓からはニカワを使った家具や宝石箱も出土している。中国では西暦300年頃の義の時代に、 スストには怪奇を練った、二川ワ墨が作られたとされ、また6世紀頃には現代と、ほとんど変わらない二川製造の記録も見られる。紀元前2世紀に書かれたとされる、中国の古書、中霊、高校記には、後のワニ川とほぼ同じ作り方が掲載されている。中国から日本に、二川が伝わったのは、日本初期などの記述から、水古天皇の時代。 ニカワ染みとしてもたらされたものと考えられている。奈良時代以降、製済み原料、建築、差し物用接着剤、食婦の仕上げ剤、医薬品などの材料として普及した。世界的にニカワの原料は、畜獣が多く用いられるが、牛肉の食習慣が薄かったため原料が乏しく、遊牧民などからの輸入ルートもなかった日本では、魚もニカワの原料とされた。 ニベもないのニベとはかつて浮き袋が抗原量として重視された魚のことである。20世紀に入り、フィルムや因ガシに吸湿性の低い高純度のゼラチンが必要になったことから、ヨーニカワの技術導入が始まった。食材としての伝来は遅く、明治時代以降、欧米の食文化の到来とともに、ゼラチンとして知られることになったが、食用のゲル化材としては、 和菓子などに用いる寒天やくず粉など多等類系統のものがすでに広く用いられていたこともあり、1935年頃、国内で食品にできるだけの純度に生成する技術が確立して後、ようやく食品用ゼラチンが普及することとなった。現代の日本では、兵庫県姫路市に製造企業が集中している。ゼラチンは、生花材料、ゲル化剤、増粘剤。 安定剤として広く利用されている。ニカワの接着剤、住宅建築用土日ニカワの下流剤と液体重皮ニカワ重皮ニカワ日本画では、ニカワは絵の具の固着剤となり、岩絵具などの顔料を定着させるために皮水で溶いて使用する。炭は湯煎したニカワとススを練り合わせて成形、乾燥させたものであり、ニカワは固着成分として、 また素水性のす粒子を包み込んで水中に分散させる保護コロイドとして機能している。紙や布の滲み止めなどには、ニカワと生ミオバンの混合液である動作を布する。かつては鹿の比較から作られていたことから、鹿ニカワと言われているものや、三千本ニカワと言われる、牛皮ニカワなどが主に用いられている。中国の絵画でもニカワを使った墨や彩り墨、 チベットネパールの単価でもニカワ絵の具が使われる。西洋絵画では、ニカワ絵の具は主に室内装飾や舞台美術、布絵描きの一種に用いられ、ディステンパーと呼ばれる。油彩画やテンペラ画では、指示体の目止めや、血塗りの材料として、ニカワが用いられ、ウサギの比較から作られたウサギニカワなどがよく、知られている。水彩紙の表面サイズ材としても使われる。また、 絵画の修復の際に絵の具の剥離を抑えるために用いられる場合もある。一般にアスピックなどのゼリー、ニコゴリなどへの使用がよく知られている。マシュマログミなど菓子だけでなく、焼肉などのタレや、ヨーグルトや、クリームチーズ、ハムや、ソーセージなどにもゲル化剤、増粘剤、安定剤として広く利用されている。コンビニエンスストアで提供される弁当などのチルド食品では、 電子レンジで加熱調理するまで、スープや煮汁を固めておく用途にも利用されている。調理用の素材として販売されているゼラチンには、薄い板状の板ゼラチン、粉状の粉ゼラチン、下流状の下流ゼラチンなどがあり、ゼリーをはじめ菓子などの家庭料理にも広く用いられている。ただし、ゼラチンは食物アレルギーを引き起こすことがあるので、市販されているゼラチンを含む食品は、 原則として、ゼラチンを含む胸を表示することになっている。ここでは、乾燥粉末のゼラチンについて述べる。含まれる栄養素のほとんどは、タンパク質である。タンパク質を構成する必須アミノ酸ではリジンが多く、含まれる一方でトリプトファンは全く含まれていない。すなわちゼラチンのアミノ酸スコアは0で、その第一制限アミノ酸はトリプトファンである。またメチオニンの量が、 相対的に少ない素性となっている。皮質アミノ酸に関しては、グリシンとプロリンが大変多く含まれており、この二つで重量比の3割強を占め、グルタミン酸も合わせると半分近い重量を占めている。コーヒーを入れる。この際ゼラチンを溶かした水を混ぜることを考慮し、やや濃い目に入れる方が良い。ゼラチンを水に溶かす。この際に、 ゼラチンが塊である場合は水に溶けやすくするために細かくする。コーヒーを沸騰しない程度まで温めたら、ゼラチンを溶かした水を入れて、粗熱を取り、冷蔵庫で1時間から2時間ほど冷却する。好みに応じて、シロップ、コーヒークリーム、ホイップを添える。コーヒーに添えるものであればほとんど利用可能。コーヒーゼリー以外にも、ワインゼリー、フルーツゼリー、 マンゴープリンなど様々なゼリーに用いられる。フルーツゼリーの場合、パイナップルやキウイフルーツのように、タンパク質分解酵素を含む生の果物を使った場合は、それらがゼラチンのタンパク質を分解してしまうためうまく強固しない。プロテアーゼの一つであるパイナップルに含まれるブロメリンア、キウイフルーツのアクチニジンは、熱により変性しその効力を失うため、 熱処理の行われたものなどを使えば問題なく作ることができる。1962年にはコラーゲンが加水分解されたゼラチンの摂取量が増えるほどヒドロキシプロリンがアミノ酸と結合したオリゴペプチドが血中に増加することが判明した。2014年までの知見では吸収されたオリゴペプチドが直接利用されてコラーゲンになるということではなく 細胞分化のための信号を送る役目を果たしていると考えられている。1957年の研究では1日 7g のゼラチンの摂取では爪の脆さが83%の人で改善。1976年の研究では 14g のゼラチンでは70%の人で10%前後、髪が太くなった。ゼラチン、コトバンク。 2020年9月8日閲覧。A.B. 宇が健太郎。古典絵画における墨の研究。吉泉文化財団。2019年5月10日閲覧。A. アニマルグルーハット A.B.C.D.E. 森田久志の、二川の文化、ブラック解放研究154号。2003年10月。A.B.C. 森井刑事、ホメオパシーマテリアメディカ大前一エンタープライズ。 2008年7月27日、287ページ。ISBN 978から4から872911886。二川造形ファイル、武蔵野美術大学。2017年6月25日閲覧。二川水、造形ファイル、武蔵野美術大学。2017年6月25日閲覧。野田森博。奈良の住 科学と教育64514から517ドイ、10.20665科挙四64.10514テクニカルアスペクツオブチャイニーズペインティングエイビジュアルソースクオブチャイニーズシビライゼーション2017年6月25日閲覧ウヒアミハットリ・タダシノベ約中会。中国画顔料の研究4 金沢美術工芸大学学法29、65から70、ネイド1100億468万6705、単価ペインティング、イントロダクション。チャイナベイン、チャイナベイン、2017年6月25日閲覧。ディステンパー。コンサーベーションアートマテリアルズ。エンサイクロペディアオンライン。ミュージアムオブ、ファインアーツ。 ボストン、2017年6月25日閲覧。ロイ、アショウック、ザ・テクニック・オブ・ウェイ・トゥクライン、バイ・クイントン・メッシーズ。ナショナル・ギャラリー・テクニカル・ブレテン12。 36から 43http www.nationalgalery.org.uk l ス t e c h n i c a l b u l l e t i n スラッシュ r o a 1 9 8 8 c a n v a s 造形ファイル武蔵野美術大学2017年6月25日閲覧 ケンペーラペインティング。インスイクロープディアブリタニカ。2017年6月25日。閲覧。ジェニングス。キャシー。絵の具と、紙。水彩画の仕組み。ジャストペイント。ゴールデンアーチストカラーズ。2017年6月25日。閲覧。AB 小山陽一。創設天然素材コラーゲンの機能性。比較科学第56巻。第2号。2010年8月14日。 71から79ページ。ハットくん、ラヨシミシ、マノヒロシ、コラーゲンペプチドの食品機能性、日本食生活学開始、第25巻第1号、2014年、5から8ページ、ドイ、10.2740、ジスド、25.005。ありがとうございます。